よう。誰かと思ったら朝日か。なんだ、どうした？夜遊びでもしたくなったのか？そんなんじゃねえって。レイジこそ帰らないのか？帰りそうに見えるか？いや、見えないな。なあ、お前にはこの妄想が何に見える？なんだろうな、デジタル的な何かだと思うけど。まあそうだな、間違っちゃいねえよ。あの時は気づかなかったけどさ、俺の妄想が生まれてこの辺りの店は繁盛したんだと。それじゃあ、あの時壊した俺の妄想、その答えはデジタルな世界だったみたいだ。デジタルな世界？俺はずっと物事を0と1で捉えてきた。そんな妄想が侵食したんだろうな。なんだかレイジらしい妄想だな。皮肉な話さ。デジタル化が進めば全てが0か1で決まる。そして永遠の妄想を壊せば全ての妄想は消え、何も残らないだろう。残るのは0という答えだけだ。だけどさ、結局最後を決めるのは俺たち人間だったんだよ。俺の欲しかった答えはすぐそこにある。なのに俺は。答えを出すのが怖いのか？きっとそうなんだろうな。俺が本当に欲しかった答えは0でも1でもない、もっと曖昧なものだったんだ。だから俺は目の前の答えから目を背けようとしてる。らしくねえわ。だけどそれがレイジなんじゃん？認めたかないね。都合のいい答えを求める、それって大人の悪い癖だろ？そうだったな。俺さ、別に頭とか良くないし、小さい頃からテストとか大嫌いだったんだよ。だけどさ、いくら点数が悪くたって別に怖くなんてなかった。何言ってんだ？だからさ、0点も1点も大して変わらねえって。お前やっぱりバカだろ。ああそうだよ、俺はどうせニートだし頭悪いよ。だけどお前はもっとバカだ。ああ、だから素直に答えを出せばいい。だってお前は大人になれなかった子供だろ。そういうことかよ。確かにお前の言う通りだな。俺は年だけ食っちまったガキだ。0点上等だろ。自分の答えに向き合えって。お前がバカで救われたよ。答えに怯える必要なんて最初からなかったんだな。